カモノハシロンの禁断推理。それではどうぞ。ロンさん来たー。マジでこれ天野先生の作品なかなかアニメ化されないからやっとされてマジで嬉しいわー。しかも今回はちゃんと当たりっぽくてなんか感動で涙出そう。本当に嬉しいです。早くテレビで見たい。天野先生の作品連載したものは多分全部アニメ化してるだろ。エルドライブもリボーンも今回のもちゃんとアニメ化してるし、毎回注目度高い作品を生み出してここまで繋いでるの本当にすごいことだと思うけどな。作画もめちゃくちゃ天野先生の良さがちゃんと出てていいな。結構いい意味で癖のあるイラスト描かれる人だから、ちゃんとアニメ用になってるイラストって感じしてめちゃくちゃいい。楽しみすぎる。マジでこの漫画面白いからみんなにも読んでほしいな。原作もアニメもそれぞれの良さがある作品だからこそ、アニメ見る前に原作読んでほしい。アプリで無料で読めるからアニメの前にみんなで追いつこうぜ。一色くんの声ドンピシャでマジで嬉しい。声優さん全体的に外れないから全く違和感持つことなくアニメ楽しんで見れそうなのが最高すぎる。脳内で再生してた声とマジで一緒でめちゃくちゃテンション上がった。このアニメで天野作品が注目されてリボーンリメイク来てくれ。マジで、ハンターハンターもリメイクされたやん。ってことはリメイク自体は理論上可能ってことだよな。マジで今やったら絶対売れるから頼む、ほんまに頼む。主人公なのに、断るってセリフしかない。アニメの PV もめちゃくちゃいいな。探偵物っぽい不気味というか、ちょっと不穏なニュアンスを含んだ感じとかがドンピシャすぎる。というかマジで声ぴったりすぎやろ。最高か。マジでやっと来たって感じだよな。本当に天野先生の世界観をもっと多くの人に知ってほしいし、原作の絵も死ぬほど綺麗だから、どっちも手に取ってみてほしいなって思います。とにかく待ち遠しい。このボサボサ頭がこんなイケメンだった時期があるとかも早詐欺だけどな。推理解決する時の狂気的な感じとか、楽しみな要素詰まりすぎてるから、とりあえずロンさんがいっぱい喋る2弾の PV にも期待ですね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。